HSL4HSLZ、路線図ベルギー・オランダ周辺の高速鉄道路線オランダ南高速線は、オランダとベルギーにわたるスキポールウェルペン高速線のオランダ側 125km の区間で最高速度時速 300km 対応の高速新線である。HSLZ とは、オランダ語で南高速線を意味する略称である。 当初の開業は2007年に予定されていたが、公式の開業は2009年9月7日で、9月6日に開業宿店が行われている。アムステルダムロッテルダム間において新たな都市間列車、フィーラが運行を開始されたが、当初予定されていた、電車方式の V250 型による運行は、車両製造元のアンサルドブレーダの一部、納入遅れのため、運行開始は2010年12月以降が、 想定されており、現在はリースされたボンバルディアトランスポーテーション製造の電気機関車、トラックスケインによる在来型客車によって営業運転が行われている。v 2 5 0系導入の際は、ハーグ、アントウェルペン、ブリュッセル方面へもフィーラの運行は拡大される。フィーラはオランダ鉄道、KLM、ベルギー国鉄出資のオランダ高速鉄道により運行される。 2009年12月13日の冬、ダイヤ改正時より、アムステルダムからブリュッセル、パリへ向かう高速列車タリスが HSL ずっと、経由に変更され、大幅な所要時間の短縮となった。道路線は、シーメンスとアルカテルルーセントが供給した最高水準の列車保安装置である ETOX2.3 例を利用するのが特徴である。タリスは、ね1時間に1本運行され、 アムステダムスキポールロッテルダム間とそソレイエンのシャトル列車が高頻度で運行されている。オランダ交通省の公共事業部門と治水部門がこの計画の組織に対して責任を持っている。オランダ政府はインフラスピード組合に2030年までの過去最大の p p p 契約を結んだ。それらは設計、建設、金融、メンテナンスなどあらゆる分野に責任を負っている。 HSLZ はアムステルダム中央駅からスキポール空港駅までは従来からの在来線である環状鉄道再線を利用しているスキポール空港の南側から高速新線となりニューフェネップまで在来線と並行して走るその後東側に支線が分かれルーロファレントスフェーンとホーフマーでの西側に沿って進んでいくそしてライダーアドルプでトンネルに入る このトンネルは、グリーンハートと呼ばれる地域の環境を保護するために、建設された。ズートルメールの北側、ハーゼルスワーデドルプの西で、列車はトンネルを抜け、ベントハイゼンの東を通り、ズートルメールの東側で軌道が上がる。ベルケレンドーデンライスとベルフソヘンフークの間で、平面に戻る。トンネルの後、ロッテルダム付近では再び在来線を経由し 10km、進み、 バーレンドレヒトで通行帯がフランスやイギリスのように左側通行に変わる。その後、ブレダやベルギーとの国境を越え HSL4 と接続し、アントウェルペン、ブリュッセル方面へ連絡する。高速新線が完成すると、国内、国際間問わず所要時間が大幅に改善される。httpww.railwayexet.com ニュース、シンクル、ビュー。 ビュー、十、ナノセカンドヒスピードローンチス HSL エスエサービス、HTML レイルワイーガゼットインターナショナル2009年9月7日、ハット http コロンスラッシュスラッシュ w w w r a i l w a i g a z e t t e c o m スラッシュニューススラッシュ s i n g l e v i e w スラッシュビュースラッシュ フィーラブランドフォーアムステルダムブリュッセルハイスピード HTML レイルワイーガゼットインターナショナル2009年7月なの日ありがとうございます